トラスさん、はい、最近なんかついてたことあります？畑ついてたこと？うん、うわなんかこれ運いいなーみたいな出来事ってなんかありました？ないね。ないないない。まあそういう時もありますよね。ちょ、思い出す。思い出す。まだなんかあった？今ね、ココイチでなんかある商品を買うと、うん、この日向坂のコースターがもらえるんだけど、はい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 、はい、これがね、一発で、うん、これではないんだけど、自分の推し面が出た。それが推しってこと？これではないけど。どういうこと？いや、理解力なすぎでしょ。これではないけど、一発で出る、うん、一発目で推しが出て、あー、それは2回目以降ってことか。そうそうそう。あー、なるほどね。なんで2回も食べたの？3回レシートを集めると、うん、ライブに応募できるから、結構何回も今行ってる。あー、なるほどね、はい。そのうちの1回目で推しが出たと。うん。そめっちゃついてるわ。ついてるね。じゃちょっと他のメンバーも聞いてみるか。てつ、なんか最近いいことありました？いいことだらけですよ。うわぁ、幸せ男だ。幸せ男ですよ。何ですか？20のライブで死ぬほどいい席でした。横、マジこの距離。嘘でしょ？マジで。鼻息聞こえた？バカっちょいこと聞こえた。え、いくらなんその席って。そういうのって1万2000です。抽選なんですよ、全部、全席。おー。で、ガチで当たり。どこまでが本当？妄想。すべて。怖っ。妄想かと思ったよね。そう。どこまで本当なんそれ。全部本当で。1から100まで全部、マジ。うわ、それすごいついてるわ。マジついてる。なんか、洋平くんありました？この後か。別になくてもいいんですよ。でっかいうんち出て気持ちよく。あー。大事それは。運絡みですかね、それも。あ、そう、あ、うわ。そうね。最近でしょ？今もかけてて。いや、俺ちょっと最近ないかも。なんか平凡って感じ、特に。あ、まあ平和が一番ですから、まあ、そんな中でね、ちょっと楽しさも来てください。僕らって他の人よりは確実に運がいいなって思いません？まあ、というのも何千人って応募があるオーディションで選ばれたメンバーですし、まあ、楽しさもね、奇跡的にはじめさんとお会いして今ここにいるようなもんじゃないですか。はい。ね、そうでしょ。そんな運がいい僕らの中で最も幸運の男をちょっと今日決めたいなと思って、今日ちょっといくつか運で左右されるゲームを用意したんで、まあ、それに勝利するごとに1ポイント獲得して、最終的にそのポイントが多い人が畑の幸運王です。なるほどね。はい。他にスロットとかない？パチンコで14万勝ちました。それやん。そっちの方がいいっすよ、20より。あと、昨日 UFO キャッチャーでピンポン玉すくってたこ焼き状のなんかあの当たりの穴に入ったら景品もらえるみたいな、うん、UFO キャッチャーで一発で入ったっていう。まあ、まずはね、畑といったらサイコロ20面のダイスで一番大きい数字出た人1ポイント。ホントね。何回振ってきたことかね。1回しか振れませんからね。うちの鉄ガチ基本的に運ないからこれ勝てるよ。順位がつくんでね、なんかあんまり得意じゃないの。でも洋平君から解き生まれていきましょう。時の運もあるからね、はい、そういうのもコントロールしないといけないんだ。あ、どうでした今。じゃあいきます。うわ、16。まあ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 、乱数調整したおかげ。強い強い強い。逆に1とか出すのもまあ運いいかもしれんけどね。あ、逆にね。来い来い。うわー、18。やべえ。やっぱね、運大事ですよ。サチウスっすね。どうなんだろうな。感じないな。感じないな。見とけよ、ポケ。20.9かな。よしよし。うわ。いや、でもこれ1しか決まんないの。はい、1しか決まんないです。うわ、もうじゃあやんなくていいや。バイニー。あ、9。9。うわ、なんかいいわ。どう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 。同じ分。よし、出すか、20。お、やーい。見て、やっぱ一番弱いわ。所詮サイコロやし。じゃあ、まあ、とりあえず今回の戦いは僕は1ポイント獲得です。はい、はい、次第2ゲームは指すまです。ちょっと技術使い。急に大丈夫か。これで一番最初に上がった人が1ポイント。いや、これ運でしょ、さすがに。三脚下だわ。下にあったゲーム上にあったわ。ああ、じゃあなんか運の話しててください。え、14万最いつ先週とか。でも14万勝つまでに俺鉄が20万ぐらい負けてんのみたいから。20で聞く。まあ過去にね、まあ非常に負けてきましたんで、まあ、それがちょっとだけ返ってきたって思えば。あのさ、俺思うんだけど、厳密なこと言わなくていいんだけど、例えばさ、人生っていうか、まあ、ある期間やりましたってなった時にトータルでプラスになる確率どれぐらいとか分かってんの？そういうさ、トータルで見ても4割、3割ぐらいじゃないですか。
その障害がプラスになるのは多分それぐらいだと思う。あ、3割ぐらいの人ってこと。3割ぐらいですね、多分。意外といる。ちゃんとやってる人は。運とかじゃないっす、でも3割勝ってる人。あ、もうなるほどね。勝つためのことをやってる人が3割やってて、うん、本当にパチンコ趣味で楽しんでる人たちは10割負けます。あ、絶対やんないでこれ、はい、では行きますか。第2戦指すまです。はい、じゃあ一番運がなかった鉄から時計回り。いいんですか。いきます。指すま5。危ない。指すま1。うわイエーイ。まあまあ、まあ、指すま0。くそー、ナイスナイス。最悪や。指すま4。指すま2。指すま3。よーし、やばい。指すま2。あー、見るなこっち。指すま2。指すま1。やばい。指すま4。うわ、指すま1。指すま3。指すま3。よーし、ボトンボトン。おぉ、じゃあ今回は鉄が1ポイント獲得。やっぱ技術界にあると思う。技術界にある。あ、そうなの。基本ローでね、はい、落ちて、はい、数字が全部ね、我々の指すま。技術界にあるならこれゼロにしとく。じゃあ第3戦、おじさんアプリでしょう。おー、確かに完全に運だわ。これ完全に運でしょう。1個ずつおじさんをタップして、うん、怒りのおじさんが出た人が1ポイント。これ1個ずつね。1個ずつ、はい、おじさんの数も9、16、25、36って選べるんですけど、36でいきましょう。あ、ありありあり。一番多い数でね。では、スタート。おじさん、いろんなおじさん。なんかさ、ここに鉄まずだっててもバレないよね。バレないだ。バレやるやん。鉄でしょ。おじさん、鉄でしょ。おじさん、やってるわ。タッチの分の1や。うわ、やばい。すごっ。いや、こういうことですよ。ちょっと待って、なんか自分で作ったアプリじゃろ、これ。違う、じゃろ。すげえ。じゃあこれ僕1ポイント振ってくる。何、怖っ。じゃあ第4戦ですかね、次。はい、下に行きましょうか。もしかしてパチンコ行くかな。はい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 。あー、もう大体なんか入ってるんだろうなっていうのは分かりますけど、ね、こちら5個中4個にわさびが大量に入ってます。うわー。大量。はい、わさびが一番嫌い。で、僕は最後に選びますね。分かってる。僕が作ったね。でももう分かんないですけど、覚えてないですけど、一応一応ね、正々堂々と言いきたいんで、はい、1個だけですよ、普通のおいなりさん。どれ選びたいとか話し合っていいですよ。じゃあどれがいいの。いい、うん、俺これ。おう、うん、これ食う。うん、2番目ね。またも。え、俺もそれ。おい。真ん中の端には置かなそうだよね。じゃあもう取っていきましょう、決まった人から。はい、最初いく。じゃんけん。あ、くそ、これ真ん中に。怖え。そこは見ないようにね。はい、せーので食べましょう。はい、いただきます。いただきます。うわ、あー、あー、うわ、辛い。うまっ。どんまい。あ、これは運だね。最初にかぶってたやつで、おお、で負けて違うやつ選びました。かわいい。じゃあ今回のゲーム、バイバイ。はい、次1から13と、あとジョーカーも入ってて、はい、計14枚やって1枚引いて、せーのでめくって一番大きい数字の人が勝ち。あ、13とジョーカーがもし現れたらジョーカーの勝ち。ジョーカーが最強ってことね。じゃあちょっとみんなも俺を怪しまないように。まあこれも運だな。シャッフルしてください。じゃあもうせーので選びたい1枚取りましょうか。はい、はい、せーの。じゃあ頑張れ。ちゃったあれ。すごい、俺ら行く先全部取られちゃう。これやっぱ運のいい人。確かにね。さあジョーカーもしくは13引くやつはいるのか。いきます。はい、せーの。わー、強くない。運って大事ですから。いらん運や。すごいね、ここまで偏るとさ、ちょっと信じちゃう、始めちゃう。さあさあさあ、どうですか皆さん、何回かやってみて。もっと命かかった運の話がいい。トランプめくりで運出したくねえわって俺の運が言ってるの。なるほどね。あー、なるほどね。じゃあちょっと次のスポットいきますか。スポット、車乗ります。すごいな、見えてきたよみんな。何するのかな。めちゃくちゃ荘厳だわ今。洋平くんなんて言いました。荘厳。荘厳。荘厳。俺荘厳なんて日本語使ったことねえんだけど。そこ拾われた。分かったぞ、ここでやること。分かった。おみくじだ。ピンポン。おみくじ引いて大吉が出た人全員1ポイント。おここに来てみんな手に入るよ。だからみんなね、大吉を出すのが理想ですね。よろしくお願いします。じゃあおみくじあったんでこれ引きますか。はい、これ
よし、神社ですらこういうギャンブル要素を入れてくるわけやん。見せ方って大事なんだなって思いますよね。ギャンブル、もう引きます、引きましょう、せーの、どうですかみんな、大吉、おお、すごい、俺中吉、中吉、俺も中吉、今日、え、あ、吉だ、あ、いいね、今日今日初めて見たな恋愛、新年は不可能を可能にさえせるってことで今回は陽平くんが1ポイント獲得です。勝負運だけでは勝てない。うわ今日の人はね。なんかせめていいこと書いてあるどっかに。休憩がやってらフルーツジュース。これで今運を普及するから。そうだね。しかも俺ら3人が運あるポイントを持ってるから。うまい。ポイント所持者です。うま。びっくりしたよ。さあ目の前に見えるのが神社でございます。またちょっと、ま、違います、次はね可能性ある、命削る、命削る系が得意です。タナさん1から9で好きな数字1つ言ってください。9。うわ削ってるわ何が削ってるわ、まあもうあと2分後ぐらいに分かります。あ、え、分かった、宝くじだ、ピンポン、1人9000円分宝くじです。やばいやばいマジ、はい、え、スクラッチ、はい、9000円分、1人えぐいって、でしょ、でも増えるかもしれない、900円じゃないの、100万円当てて別の動画にしようえ、ここで総額74、74億、え、総額74億出てんの、ちょっとまあまあすごくない、これだから当てよみんなということで1人9000円分宝くじを買って、当選額が一番高い人1ポイント、そういうの得意、始めちゃいますね、はい、45枚スクラッチしていかないといけないんで、じゃあこういうふうにね、はい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 、でなんか見えるかな、見えます、樽が出てると思うんですけど、はい、樽以外にも絵柄があって、はい、その絵柄に応じて賞金が変わるそうです。お、1等500万で、僕らが欲しいのはこのドクロかな、はい、ドクロ3つが出たら500万なんで、出た瞬間に動画切ってすぐに言えますどうですか田中さん、自信のほどは、当たったらすごい嬉しいなって思ってますですね、来た、ちょっと何、いきなり2000円来た、え、樽3つ出てるじゃん、はい、してここ見てください、一番下なんですけど樽が3個で2000円です、200円、あー200円だ、200円ね、でも1枚目で当選しましたよ、陽平先生。さあ、松戸さんどうですか調子は、あ、今リーチ、2等リーチ、2等リーチ、2等いくらですか、10万円、いく、うわめっちゃ嬉しいやん、無理です、あ、3個連続で出ればいいんだね、あ、待て、1等リーチ、これ嘘でしょ、本当だ、え、あるよ500万、500万あるぞ10万くれない、ほい、俺2万でいいよ、あ、びっくりした、びっくりしたなんか高額当選やったらでっかい声出します、でもなんかこれちょっとカードむくんのと似たような面白さない、あー、あるっすね、これを切りハマっちゃうかも、うん、絶対やめた方がいいんだろうな、200円当たったけどいらねー、いいじゃないですか、だって200円当たったらさ、うん、1等が当たるはないでしょ、多分ないです、そうだから200円当たったらなえる、逆に松田さんなんか当たりました、俺も200円は当たった、おお、みんな当たってるじゃん、鉄は、俺も200円、おお、いいね、あー500万当たんねえかな、うわ200円以外見て、200円だ、200円めっちゃ出るくらい、200円で元取りたいまであるよ、お、1000円、え、1000円で、おお、マジ、浮き輪、浮き輪、おお、でけえ、終わりましたか、終わりました。では一人ずつ当選額を言ってもらいます。では鉄ポン2600円、おお、またぞ2600円、おお、タナさん3800円、いく、うわ、陽平くん2800円、おお、というか2400です、おお、同じぐらいだということで田中さんが1ポイントです、はい、おお、すごい、いや当たらんもんだね、当たらんもんですよ、こうやっていろんな人の負け額を集めてお金にするんです、ひどい大人やで、はいはい、ハップ帰ってきましたよ、え、待って待って、なんでこれ最後の剣豪76なのに、うん、さっきは90って出てたん、
あ、こっから育成したらマックスそんぐらいいくよっていう。誰だって行くやろそれ。いやいや、いかないですよ。さあ、じゃあいよいよ蹴りをつけますか。この戦いラストのゲームとなります。あ、まだあるのか。ラストがありますよ。運のゲームといったら何ですか。運のゲームといったら、はい、今までやってきたやつですよ。それ以外でもう代表的なもの。麻雀。いや、ちょっと分かんない、子供もいる。何？じゃんけんや。ですね。なるほど。最後はやっぱね、そういうことか。じゃんけんで勝った人がもう豪運王です、畑の。なんか運で決めることがあったらその人に頼りましょう。あ、でもじゃんけんも結構ね、技術介入みたいなとかあるから。読みが環境あるしな。はい、今のところだからポイントを整理すると、トゥイ3点、鉄2点、陽平くん1点、田中さん1点、または0。まあ一応聞いとくけど、これは最後5億ポイント。久々にそのやパターン来た。結構久々だよね。今まで関係ないやつ。5億ポイントね。もう決めちゃおうか。一発勝ちするまでじゃんけん続きます。はい。途中で人減っちゃうとさ、確率上がっちゃうんで。わかりました。いきます。はい。最初はグーじゃんけんポイ。ああ、狙いに行ったんだけどな。あいこでしょ。ああ、あいこでしょ。うわあ、アイコでしょ。うわあ、勝った。勝者トッツ。イエーイ。ノーコンテスト。あれ、あれ、それだけ運いいんだから金を振ってくる。確かに。あ、いや、案外早く決まったね。持ってるね。持ってたね。一番運があるということで、ご運王に最後一言もらいましょう。そうですね。まあ運というのは